さんこんにちは、おしりみょうです。ブラックです。では今回はですね、フットボール2023アプリ版やっていこうと思うんですが、今回はですね、AC ミランのまずエピック来ていて、これ結構熱くてですね、まずネスタ23レベル、そしてね、これ新登場ですね、G だということで、なんと195センチのエピックがね、登場しましたね。レベルの33までいくと。ネスタももちろんすでに強かったんだけど、ショートカウンター使ってる人はですね、このチームスタイル適性が結構低くて、使いづらかったんです。今回エピック全部90で来てるんで、ちょっとこれは絶対確保したいんで、間違いなく当たりだし、あとね、インザーギがね、なんとレベルが37ということで、めちゃくちゃ育つんですよね。オフェンス決定力高いし、で、スピード瞬発もあってっていうところで、逆足ヒントに関しては最高の高いでね、ヘッダー、ミドル、ライジング、ワンパワンシューのスパサブということで、これもかなり強いと思うんで、ちょっと今回の AC ミランのね、このエピックは、まあ、前回同様に、今週も熱いということで、能力値のですね、振り方、タレントデザインの振り方の動画とかも出そうと思うんですけど、ネスタとかジーダとかインザイの能力値とタレントポイント振り分け気になるよって方はですね、ぜひこの動画にね、チャンネル登録と、高評価していただけると嬉しいかなと思います。今回は、一応こちらですね、POTW ということで、今週もやってまいりました。最初に言っとくと、今週引かなくていいかなっていうふうには思いましたね。5名ですね、やっていきましょう。こちらラウタロマルティネスということで、まあ、ラウタロがチェイシングがねついて登場してるんですけど、このラウタロマルティネスに関してはあのパックのインテルのラウタロマルティネスと比べるとぶっちゃけ向こうの方が強かったね。足元とかあとあのスピード瞬発の部分とかがやっぱりパックの方が高く設定できるんで、正直この設定のラウタロマルティネスだと今の環境センターフォワードかなり激戦区になってきてるんですけど、使う選択肢には正直入らないかなっていうぐらいの能力値ですね。まあ、ただ今週 A だからね。そうだからあのパックのインテルのただラウタロを持ってない方とかからすれば、まあ、別にあの今週使っていってもいい選択肢になってくると思うの。あと育てるのめんどくさいし。そうブライムディアスということで、このブライムディアスもねかなり優秀でチャンスメーカーで、逆足ヒント精度がね最高最高のダブルタッチルーレットワンタッチパススルーパス持ちの選手なんですよね。このブライムディアスもですねパックのあの AC ミランですね、そのブライムディアスと比較してもですね正直能力値はあんまり変わらないですね。どっちが高いの？若干ねパックの方が高かったです。自分の好きな育成の仕方をするとパックの方が強い感じになってたんで、このブライムディアスに関しても、まあ、パックを持ってる人はパックを育ててそっちを使った方がいいんじゃないかなっていうのは思うんだけど、ただまあ育成だるいしそういった意味もあるんでねこっち使ってもいいんだけど、ただまあ能力をね多分強くできるのは向こうなんで、向こう側のパックを持ってて使ってるよって人は、まあ、わざわざ獲得するあれではないのかなって気はします。アドリアン・ラビオということで、188センチのボックス・トゥ・ボックスでワンタッチシュート・スルーパス、そしてワンタッチパス持ってるということで、ここかなりいいですよね。 CMA の選手ってやっぱりなかなかワンシューまで持ってないんですけど、オフェンス75、決定力もしっかり76あって、ボールコントロール、そしてフライパスまでも結構高いと。ラビオっていうとね攻撃の能力もそうなんだけど守備もねしっかりやっていけてっていう、でスピード瞬発もまあそれなりにあってっていう、まあ、今の環境だったらまあ別に使っていってもいいんじゃないか。はい、そして、3位ですね、アントワーヌ・グリーズマンということで176センチで2列目からね、リンクフォワードに変わってるんですけど初登場ですね、AP としては。でオフェンスエンスってやっぱり決定力がものすごい高い、特に決定力に関しては88なんで、まあ、センターフォワードの中でもかなり高いでした。スピード瞬発とかがねもっと85以上あってこの能力だったら、まあ、かなりやれたんじゃないかなって感じですね。ちょっとやっぱりスピードが足りないかなっていう気はしますね。で逆角審査制度が普通でダブータ持ってミドルライジンのスルーパス持ち、この人当たったら使っていくっていうのがありなんじゃないかなって感じはしますね。リンクフォワードがどうなってるのか、はい、っていうのは結構気になるところだね。2列目からリンクフォワード変わったわけだから、はい、そして第2位ですね、スティーブン・ベルハウス。この選手はプレイスタイル変わってましたね。182センチでなんかね、ベルハウスってクロサーのイメージがあるんだけど、今シーズンの23は見たらあのウィングストライカーなんだよね、うん、で今回プレイメーカーに変わってるということ、やれる範囲が本当に広くてウィングもいけるんですけど、決定力が82あるっていうのがめちゃくちゃいいですね。でボールコントロールからボールキープも高いし、このグランダーパスですね、ここが85超えてきてると。でそれでしっかりですねあのスルーパス持ってるということで、個人的に85以上あるスルーパス持ちの選手って結構スルーパスの通りが選手あたりからかなりあの通りが良くなってきてる気がする。とかなんかそこら辺の数値がシビアで、80でスルーパス持ってる選手だと
やっぱ85でスルーパス持ってる選手の方がなんかギリギリのところ通せるイメージがあったんで、これかなり嬉しいですね。だから今の環境でも、まあ先週から仕様変わってなければかなりありがたいところなんじゃないかなっていうところと、まあ、あとやっぱりワンタッチシュート持ってるんで、右ウィングとかウィングで使うとちょっとスピード瞬発って物足りないと思うんですけど、あの CMF とかあの右ミッドフィルダーとかで使うんだったら、まあ、あの高いね、そのグランダーパスとスルーパス生かして、で決定力生かしてっていうところを持ってるんで、まあ、この選手は普通に今週あの俺の場合は 4-4-2 のね左 CMF とかでガチスカイ全然使っていきたいなっていうふうに思ってます、ね、ちょっと楽しみな選手。はい、そして第1位ですね、こちらということでデンベレですね。今回スルーパスがついてるんですよね。でこのデンベレは今まで FP では初めての登場で、まあ、オフェンスセンス81、まあ、決定力が70、もうちょっとあればいいんだけど、ただやっぱりボールコントロール、ドリブル、ボールキープめちゃくちゃ高いし、グランダーパスですね、ここがすげえ強化されてるね、うん、やっぱ81乗せてるということで、まあ、かなりアシストしたということでスルーパスもしっかりついてるん でデンベレっていうとやっぱり両利きね、逆足の精度が最高最高なんですよ。だから右でも左でも高い精度のまあパス85ぐらいあったらねかなり楽しかったんで、まあ81あればねかなりいいかなって。でスピード瞬発もちろん90なんで、デンベレって実際ねあの通常使ってる人もオンラインで見るんですけど、かなり厄介なんですよね。やっぱ速いし右でも左でもあのパスを出していけるっていうのがあって、そこでしっかり今回はあのパスの部分も強化されたということがあるんで、味方を生かすこともできて、まあ、これ75以上あればいいけど、ただまあ最低限の74はあるんで決定力、うん、今週は結構暴れるんじゃない、まあ、ただちょっとポジションが限定的っていうのがあるんですけど、まあ、左ミッド、右ミッド、左ウィング、右ウィングだったらいけるんで、なんかワンチャンポジできなくてもセンターフォワード使ってもなんかやりそうな空気感はあるんですけど、ね、ただなんか普通にやれるんじゃないかなって気はしてる。ちょっと楽しみな選手かなっていうふうに思いますね。といった感じで、まあ、今週のガチャはですねスルーでいいかなっていうふうには思いますね。育成とかがめんどくさかったりとかね、うん、あの即戦力を求めてるっていう人だったら全然引いていいかなっていう感じですね。まあ、ただ AC ミランの方が多分熱いと思うんで、エピックあれは結構引く価値があるんでね。ただ一応引いていきましょう。まあ、狙いはですねデンベレですね。本当このガチャで言えばデンベレが飛び抜けた当たりかなって感じはします。あとはまあまあまあ同じぐらいかちょっと下って感じなんですけど、デンベレは結構ガチで今週やっていける。オランダ？オランダベルハウス誰？はいはいはい、23番ベルハウスですね。これは結構嬉しい。俺普通に今週使いたいなと思ってる。さあこれだとデンベレを引けたら結構神。デンベレはね今週やれるからね。まずはスペインです、ね、スペインが来ないんだね。頼む。どれ？あ、イングランドリー、プレミア。星4はあかんじゃないこれ。星4の救済がねえからね。おい、キーパーお前。絶対キーパー引いてる。ジーターが来てる。しかも帽子かぶってるね。ジーラが来てる時にさ。ディーン・ヘンダーソン。キーパー、ジーターで行こうと思ってんだから、今週はもう。もうね、195で B 5点。いや、やばいでしょ。まあ、ただ、どうなんだろう。あれ、カシージャスがマジで微妙だったんだよな。うん、結構ね配信者の方他の配信者が見たらやっぱ微妙だったっていう。てかイタリアじゃん。多かったんだよね。ラウタロー、これパックでいいと思うんだよね俺。